アナハイムダックスはアメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイムを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。2005年までのチーム名はマイティダックス・オブ・アナハイムだった。このチームは1992年にウォルト・ディズニー・カンパニーによって設立された。チーム名はアマチュアホッケーチームに属する若者たちの奮闘を描いたディズニー映画のタイトル ザ・マイティ・ダックスにちなんで命名された。ディズニー社は引き続き、マイティ・ダックスと呼ばれるテレビアニメシリーズを制作し、擬人化されたアヒルで構成された虚構のチーム、マイティ・ダックス・オブ・アナハイムを登場させた。1993年、設立後最初のドラフト抽選では、日系三世のポール・カリアを第一巡目で指名。その後カリアは、キャプテンとして、新興マイティ・ダックスの 大黒柱となり、チームを2003年のスタンレーカップ決勝出場の栄光へと導く。ホームゲーム用ジャージ。アウェー用はベース色が白から紺色に変わる。サプライヤーは CCM、スターター、ニケ、プリペイヤー。1996年2月、シーズン途中でウィニペグジェッツとの大型トレードで、チームセラニを獲得。これによりカリア。 セラニという当時の NHL を代表する強力な攻撃ライン、ダイナミックデュオを持つようになった。また、カリアはこのシーズンからアナハイムのキャプテンとしてもチームを引っ張っていく。1996から1997シーズン、マイティダックスは初のプレイオフ進出を果たす。1997年プレイオフ1回戦でフェニックス雇用手図を4勝3敗で下すものの、 準決勝でデトロイト・レッド・ウィングスの前に敗れ去った。長野オリンピックを控えた1997から1998シーズンは日本でバンクーバー・カナックスを相手に開幕戦を行う。カリアは契約のこじれから開幕戦から12月まで出場ができず、復帰後の翌年2月には試合中に激しいチェックを受け負傷、そのままシーズンを終えることとなる。 アナハイムはその煽りをくらい1998年のプレイオフ出場を逃す。1998から1999シーズンは新しいヘッドコーチの下でウエスタンカンファレンス6位に滑り込み1999年プレイオフ出場。しかし1回戦でデトロイト・レッド・イングスの前にまたしても敗れ去った。1999から2000シーズンは プレイオフ圏内のサンのゼシャークスまで 4P と迫りながら上に行くことができずプレイオフ出場を逃す。2000から2001年もシーズン途中に HC を。このシーズン終了後、主力の一人であるティームセラニがトレードでサンのゼシャークスに離移籍、アナハイムから離れることになり、カリアとのダイナミックデュオは解散となった。2001から2002シーズンはセラニが去ったチームで、 カリアが奮闘するもパシフィックでビジョン再開、ウエスタンカンファレンス全体でも15チーム中13位という結果で早々にシーズンが終わる。2002から2003シーズンはマイティダックスでのチーム史上最も華々しい活躍を見せた年であった。シーズン途中でカルガリーフレームズからロブニーダーマイヤーを獲得し戦力を増強、レギュラーシーズンが進むほど尻上がりに調子を上げ、 レギュラーシーズン終了時 95P を獲得し、ウエスタンカンファレンス7位で2003年、プレイオフ出場を果たす。プレイオフ1回戦で前年度のスタンレーカップ覇者、デトロイト・レッド・イングスをなんと4から0のスイープで、撃破、対戦前の下馬評を覆し周囲を驚かせる。続く、準決勝で、ダラス・スターズ、ウエスタンカンファレンス決勝で、ミネソタ・ワイルドを相次いで、 下ュ初のカンファレンス優勝を達成し、スタンレーカップ決勝に進出する。スタンレーカップ決勝では、第7戦までも連れ込んだが、ニュージャージーデビルスの前に涙を飲んだ。プレイオフで活躍したゴーリーのジャンセバスチャン・ジゲールが、スタンレーカップ準優勝チームからとして、初のコーンスマイス賞を獲得した。2003から2004シーズンを控えた2003年夏、アナハイムに衝撃が走る。 残留と思われたポール・カリアが FA でコロラドア・バランチへの移籍が決まる。セルゲイ・フェドルフ、バーツラフ・プロスパルの加入、先シーズンのコーンスマイス賞受賞ゴーリー、ジゲールの活躍はあったもののカリアの抜けた穴はあまりにも大きく去年のような勢いは消滅、ウエスタンカンファレンス12位でプレーオフ出場ならずシーズンを終える。また、このシーズンからマイティダックスの親会社であるディズニーが チームを手放すのではないかという身売りの話題が持ち上がり始める。2004年から2005年の NHL ロックアウトを経て2005年8月、ダックスはスーパースターのスコット・ニーダーマイヤーを獲得した。所属していたニュージャージーデビルスは、労使交渉を経て2005年に設置されたサラリーキャップ内での提示できる最大額を提示したが、弟のロブがダックスに所属していたので、 ロブと一緒にプレーしたいということで、デビルスに比べ条件の悪いダックスの提示に同意した。キャプテンが決まっていなかったダックスは、即彼をキャプテンに指名した。同じくこの月には、ニーダマイヤーの獲得の他にもう一つアナハイムを喜ばせる事件が起きる。かつてのアナハイムの主力の一人、ティームセラニのアナハイム復帰が発表された。2005から2006シーズンは、 上記の補強に加え新人のライアン・ゲツ・ラフ、コリー・ペリーとダスティン・ペナーの通称、キット・ラインの活躍もあり、ウエスタン・カンファレンス6位で2006年プレイオフの出場を果たす。2006年プレイオフでは1回戦では、第7戦までもつれながら、カルガリー・フレームズを、月記派、準決勝では、コロラドア・アバランチを、スイープで勝ち上がり、久々のカンファレンスファイナルへ進むが、 カンファレンスファイナルでは、エドモントンオイラーズに力4で敗れ、スタンレーカップ決勝へは進めず、しかし来シーズンに期待が持てるチームになりつつあるのを、実感したシーズンとなった。また2005年2月に、ブロードコム社の共同創業者であり、カリフォルニア州アーバイン在住のヘンリー・サミュエリが、チームを、ウォルト・ディズニー・カンパニーから買収する契約に上院。ミュエリの噂は、 真実のものとなりディズニーはこれで野球のアナハイムエンゼルスに引き続きアナハイムマイティダックスも手放してプロスポーツの運営から撤退した。新オーナーのサミュエリは買収にあたりアナハイムからのチーム移転を否定マイティダックスのアナハイム残留が決まった。ホームゲーム用ジャージ。アウェイ用はベース色が黒から白に変わる。2013から2014シーズンまで使用。 メーカーは CCM リーボック2006から2007シーズンによりアナハイムダックスとチーム名を変更することを発表した。それに伴いチームカラー及びチームロゴ、ユニフォームが変更された。チームカラー及びチームロゴ、ユニフォームが変更して1年目のシーズンである2006から2007シーズンは先シーズンの好調を持続し終わってみれば レギュラーシーズンのチーム新記録の 110P を達成、ウエスタンカンファレンス2位で、プレイオフへ進む。2007年プレイオフは1回戦で、ミネソタワイルド、準決勝では、バンクーバーカナックスを共に4から1撃破、カンファレンスファイナルでは、長年の宿敵である、デトロイトレッドウィングスと対戦するが4から2で、退け2度目のカンファレンス優勝を果たす。そしてスタンレーカップ決勝では、 オタはセネターズと対戦、4勝1敗でセネターズを退け、チーム史上初のスタンレーカップ獲得を果たした。プレイオフ MVP に与えられるコーンスマイス賞をスコット・ニーダーマイヤーが獲得した。2007から08シーズンを前にして、スコット・ニーダーマイヤーと前年のチーム得点王のティームセラには引退をほのめかしたが、お互いに現役続行を決断。 最終的な復帰は二人とも年が変わってからとなった。首相抜きのチームは2006年にトレードで獲得したクリス・プロンガーを首相に任命しウエスタンカンファレンス3位でレギュラーシーズンを終了する。第4シードでディフェンディングチャンピオンとして挑んだ2008年、プレーオフでは1回戦でダラススターズに敗退した。2008から2009年はウエスタンカンファレンス8位とギリギリで、 プレイオフ出場権を獲得するも、2009年、プレイオフは準決勝敗退で終わる。2009から2010シーズンの前にアナハイムは、ロブ・ニーダーマイヤーやクリス・プロンガーなど、スタンレーカップダッシュの主力を放出。またシーズン中に、長年アナハイムのゴールを守ったジゲールもトレードで、放出、ウエスタンカンファレンス11位で、終わり2010年プレイオフ出場を逃す。 またこの2009から2010シーズンを最後に、スコット・ニーダーマイヤーが引退しクラブのフロント入りをする。新生ダックスの一つの時代の終わりを感じさせた。スコット・ニーダーマイヤー引退後の2010から2011シーズンは、ライアン・ゲツラフがキャプテンに就任、ゲツラフ、ペリー、セラニア、ゴーリーのヨナス・ヒラーの活躍もあり、ウエスタン・カンファレンスごいで2011年。 プレーオフ出場を果たす。このシーズンは特にコリー・ペリーの活躍が際立った年で1998から1999シーズンのティームセラニに続くチーム二人目のモーリス・ロケット・リシャール賞を達成、さらにチームから初のハート記念賞も獲得した。2011から2012シーズンを直前に控えた9月、アナハイムに秘宝が届く。2003年、 スタンレーカップ準優勝のメンバーであるルスラン・サレーがロシアで飛行機事故に巻き込まれこの世を去ってしまう。アナハイムはこのシーズン、サレーの背番号24のパッチをジャージにつけシーズンを戦った。2011から2012シーズンはシーズンが始まってすぐの12月にそれまでマイティダックス時代から7シーズンにわたって指揮をしていたランディカー・ライルからブルース・ブードローに ヘッドコーチをスイッチ。ゲツラフ、ペリー、ボビー・ライアンという去年同様強力なフロントラインも持ちながらチーム成績は去年の高成績が嘘のように回を低迷。チーム成績は2009から2010シーズンを下回るロックアウト以後最低のウエスタンカンファレンス13位でシーズンを終えた。2012年9月 NHL は新老子協定締結を目指していたオーナー側と 選手側の交渉が決裂し、二度目のロックアウトが発生。2013年1月12日にロックアウトが終結し、1月19日より開幕、2012から2013シーズンは、レギュラーシーズンは48試合のみとなった。アナハイムは、スタンレーカップ獲得の2006から2007シーズン以来二度目のパシフィックディビジョン優勝。2013プレイオフでは、 期待がかかったが1回戦で、デトロイト・レッド・ウィングスと対戦、第5戦終了時3勝2敗で準決勝、進出までと、あと一歩とリードしながら結局デトロイトに、ひっくり返されて、トータル3勝4敗で1回戦で敗退した。2013から2014シーズンを控えた2013年8月、ティームセラニの今季限りからの引退が発表された。またこのシーズンは、 チーム創設20周年の節目となり記念パッチをつけて戦うこともアナウンスされた。シーズン前に、ボビー・ライアンを放出したものの FA で2006から2007シーズンに月ラフ、ペリーとキット・ライも組んでいたダスティン・ペナーがアナハイムに復帰、ゴーリーのヨナス・ヒラーと、新人ゴーリーのフレデリック・アンデルセンの活躍もあり、レギュラーシーズン終了時には、プレジデンストロフィー獲得のボストン・ブルーインズまで、 あと 1P に迫る 116P を獲得。パシフィックディビジョン2年連続優勝。ウエスタンカンファレンス1位のスタンレーカップ。優勝候補として2014プレイオフへ進む。プレイオフ1回戦は、ダラススターズを4勝2敗で下し、準決勝は、ロサンゼルスキングスと対戦。最終戦7戦までもつれたが3勝4敗で、準決勝敗退。 同時に、ティームセラニの現役生活にピリオドを打つ形となった。ホームゲーム用ジャージ。アウェイ用は、ベース色が黒から白に変わる。2014から2015シーズンから使用。メーカーはリーボック。2014から2015シーズンから2度目の、ユニフォームのデザイン変更。終始先シーズンの好調を維持し、またシーズン前に、 バンクーバーカナックスから加入したライアン・ケスラーの戦力補強も高を創始 109P でレギュラーシーズンを得るパシフィック・ディビジョン3年連続優勝去年に引き続きウエスタン・カンファレンス1位で2015プレイオフへ進んだ2015プレイオフでは1回戦でウィニペグ・ジェッツを4勝負けなしのスイープ達成準決勝のカルガリー・フレームズを4勝1敗で下し カンファレンスファイナルへ進出する。カンファレンスファイナルでは、シカゴ・ブラックホークスに、第5戦終了時3勝2敗とし、スタンレーカップ決勝進出までと、あと一歩とリードしながら7戦までも連れ込み結局、シカゴにひっくり返され、トータル3勝4敗で敗退した。パシフィック・ディビジョン3年連続優勝という実績、また主だった戦力の離脱もなく2015から2016。 シーズンはメディアや評論家からスタンレーカップ王者の大本命と評価された。しかしシーズンが始まってみると極端な得点不足に、落ち入り11月には NHL 全チーム再開体にまで成績が落ち込む。ところがクリスマス休養期間後まるで別のチームになったように、ダックスは攻撃陣が機能し始め、1月から3月には6、連勝。 11連勝と一気に勝ち点を積み重ね、パシフィックディビジョンの首位争いに加わる。ロサンゼルス・キングス、3のゼシャークスと三つどもえの首位争いは最後まで、もつれたが、ダックスが、レギュラーシーズン最終戦の82試合目で、パシフィックディビジョン4連覇を決めた。ウェスタンカンファレンス4位で進出した。2016プレイオフは1回戦で、ナッシュビル・プレデターズと対戦。 第7戦までもつれたが1から2で試合を落とし、トータル3勝4敗で1回戦で敗退した。シーズン終了後、5シーズンに渡りダックスを指揮していたブルース・ブードローを解任。2016から17シーズンからは2007年に、ダックスをスタンレーカップ王者へ導いたランディカー・アライルが再び、チームの指揮に。シーズン前に、 来期のラスベガス新チームによるエクスパンションドラフト対策のため先期までメイン GK の一人であったアンデルセンを放出、ジョン・ギブソンをメイン GK に据えた。先期同様、パシフィック・ディビジョンは最終戦まで首位争いがもつれる接戦となり、ダックスはシーズン中、メイン GK ジョン・ギブソンの負傷欠場などあったが、バックアップ GK のジョナサン・ベルニーがカバー。 またチームハイの木の FW リカードラケルなどの新勢力の台頭もヒカリダックスが最終戦でパシフィックディビジョンを連覇プレイオフへの進出を決めた。プレイオフではファーストラウンドでカルガリーフレームスを4勝スイープで打破、セカンドラウンドでエドモントンオイラーズを4勝3敗で勝ち抜けたがセミファイナルでナッシュビルプレデターズに2勝4敗で屈しセミファイナルで敗退した。 2017から18シーズンからゲームジャージがリーボックからアギダスに変更同時に襟回りのデザインの変更が入ったこのシーズンは当初からのきなみ FW 陣が怪我による離脱で成績は低迷15から16シーズンのような得点不足にあえぐリーグ最下部から抜け出せないスロースタート特にケスラー、ゲツラフ、ダケルという主力センタープレイヤーが同時に 戦線離脱の緊急事態に陥り、チームはシーズン途中急遽 DF リーダーのサミバタネンを放出せざるを得ない状況に陥る。主力がほぼ復帰した1月頃から成績が上向き始め徐々にプレイオフ圏内へ。最終盤はプレイオフ進出へキングスとの猛烈なデッドヒートにディブ3位をめぐっての争いをしていたが最終盤にシャークスの失速により最終試合で ディブニーに繰り上がり、レギュラーシーズンを終わり終える。プレイオフでは、ナッシュビル・プレデターズに4連敗のスイープを喫し初戦敗退した。9、マイティダックスからチーム設立25周年となった2018から19、シーズンは往年の名選手カリア、ニーダーマイヤーの永久決番イベントや、 記念サードジャージ着用など25周年イベント目白押しのシーズンとなったが肝心の成績は全く振るわないシーズンとなった。シーズン序盤から怪我による選手離脱とそこから来る得点不足にあええた。シーズン中に12連敗を喫し不名誉なチーム新記録を受立するなどシーズンが進んでもチーム状態は一向に上向かず、シーズン途中でヘッドコーチのランディカーライルを解任。 結果ディジョン6位で終わりプレイオフ進出を逃す。シーズン終了後に長年にわたり、チームを支えてきたコーリー・ペリーを放出、ゲツラフ・ペリーの時代が終焉となった。2019から2020シーズンは、配下チームであるあるサンディエゴがアルスで指揮を取っていた、ダラス・イーキンスをヘッドコーチに招く。コーリー・ペリーの放出や、 ライアイ・ケスラーのシーズン通しての欠場など、戦力のさらなるに悪化に苦しみシーズン通し、得点力不足にな機会に低迷。シーズン途中より、北米圏内のコロナウイルス感染が爆発的に拡大したため、ダックスは71試合消化時点で、レギュラーシーズンが中断、後に打ち切りとなった。特殊ルールで行われる、プレイオフには27位で進出ならず、 2020から2021シーズンは NHL のリーグ運営自体が新型コロナウイルスにより大幅に変更された。試合数が各チーム56試合に縮小。ディビジョンもウエストセントラルイーストノースの4ディビジョンに再編され、アナハイムはウエストディビジョンに編入された。ホームゲームの入場観客数は序盤は無観客、途中から1700人に制限されるなど、 いろいろな制約も課せられたシーズンとなった。シーズン初戦が1、14と、例年よりかなり遅いスタートとなり、マックス・コントワや、今季新加入のトレバー・ゼグラスなどの若手の活躍も見られたが、ここ数年続いている得点不足は、今季も変わらず、序盤から負けが先行し後、8の最終戦で、レギュラーシーズン終了。シーズンわずか17勝に止まりディビジョン再開。 リーグ全体でも31チーム中30位とプレーオフ進出ならず終始低迷したシーズンとなった2007-2003アナハイムダックスでプレーをしていたホッケーの殿堂入りプレイヤーありがとうございます